第99代内閣総理大臣に就任をいたしました。行政の縦割り、既得権益、そして悪しき前例主義を断ち、規制改革を全力で進めます。最優先の課題は新型コロナウイルス対策です。国民の皆さんの命と健康を守り抜きます。医療体制をしっかりと確保し、治療薬とワクチンで重症化を防いでまいります。私自身、陣頭に立ってワクチン接種に全力を挙げて取り組んで、この感染拡大を食い止めていきたい。福島の復興なくして遠くの復興なし、遠くの復興なくして日本の再生なし、復興と廃炉の両立しっかり取り組んでいきたい。処理水の安全性を確実に確保するとともに、風評払拭に向けて対策を行ってまいります。豪雨や台風への対策は一刻の猶予も許されません。被災地の復旧復興に全力を尽くしてまいります。子どもの安全を守るため緊急対策を取りまとめました。原子爆弾の犠牲となられた数多くの御霊に対し、謹んで哀悼の誠を捧げます。原告の皆さんについては、被爆者援護法に基づいて救済をすべきである、このように考えます。2050年カーボンニュートラル、温室効果ガスをさらに 50% 高みに向けて世界の議論をリードしていきたい。思い切ってデジタルを進めなければ日本を変えることはできない。こうした思いでデジタル庁の創設に決断いたしました。地方の所得を引き上げ、消費を活性化し、最低賃金全国平均1000円とすることを目指し、地方創生切り札として農業の技術で、保育の受け皿の拡大、不妊治療の助成拡大、男性の育休取得などを徹底して実行してまいります。我が国は先頭に立って、自由で開かれたインド太平洋、その実現に向けた取り組みを進めてまいりました。バイデン政権発足後、初の外国首脳として訪米し、日米同盟の固い絆を国際社会に示すことができました。 G7 においても普遍的価値を共有するチームの結束を確認できました。国民の命、平和な暮らしを守る、この崇高な任務に終わりはありません。新型コロナの中で開催が1年延期され、かつてない様々な制約の下での大会となりましたが、開催国としての責任を果たし、パリ大会へとバトンをつなぐことができました。ワクチン接種が順調に進んでいます。昨日は100万回を超えてきました。医療、介護をはじめとする関係者の皆さん、国民の皆さん、お一人お一人のご協力に心から感謝を申し上げます。世界が新型コロナという大きな困難に立ち向かい、世界が団結してこれを乗り越えることができた日本から発信をしたい。国民にとって当たり前のことを実現をしたい。この1年、そうした思いで長年の課題に挑戦をしてきました。すべてをやりきるには1年はあまりにも短い時間でありましたが、子どもや若者、国民の皆さんが安心と希望を持てる未来のために道筋を示すことができたのではないか、このように思っております。